ソース感だったね。ふざけんなよと思ったね。もうみんな敵になっちゃった。干されたから、ね、結婚してた奥さんもいなくなったりとかさ、住んでるところも狭くなったりとかね。俺はなんか宝飾の虫けらみたいな存在なんだな。ソロになって一発目っていうのはさ、もう勢いでさ、うん、LA に行ってやっちゃうよみたいなんで、うん、作ったアルバムで自分でも最高だと思ってさ、うわーってこう、当時マザーエンタープライズっていうさ、あの会社、はい、あの尾崎とかさ、はい、ハウンドドッグとか、うん、スライダースとかいる会社でさ、はい、で俺とそのもう亡くなっちゃったあのマネージャー加藤と2人でさ、はい、LA にさ、はい、話つけてさ、本物 の、はい、あのロックのロックンローラーのさ作ろうよっつって、でどうせだったらもう行きまくってたよね。だからね、I'm the best っていうタイトルもいかにも I'm the best だよ。もう加藤が言い始めたんだけどね、だからね、ジャケットの写真もすごかったです。そうそう、だからもうそれこそ自分たちの憧れるアメリザ・アメリカっていうか、ロックンロール、はい、うん、もうロッドシア、昔ロッドシアとかさ、ホットレックスっていうさ曲でさ、女の人のこの股下からさ、こうやって歌ってるのとかさ、ああいうのもちょっとパクってね、はい、並べてさ、その股下を、股下ぜみたいなことやったら、なんかもう、なんだろう、やりたい放題。エンターテインメント、自分の思うエンターテインメントっていうものは、こうビートルズだったりとか、フランク・シナトラだったりとかさ、はい、もう全部そういうのも一緒くたになってるの、エルビスだったりとか。はい、で、やっぱりロックを歌えば、そういう世界が待ってるんだと思ったの。でいざ、ね、デビューして日本でさ やるとさ、そんなもの全くないわけだよ。芸能界っていうのがあってさ、はい、なんかわからないけどこうじ、まあ、当時はあの歌謡曲を ぶち壊せとか言ってたのは、はいはい、なかったからね。自分の思うエンターテインメントって ないんだ何にも。なんかわからないけどこう上下関係があってさ、こうきらびやかな自分の思うエンターテインメントの世界、こんなハリボテなさで、ロックなんてのはどこにもねえんだと。もうあれだよね、何も怖いものなかったからね、作ってどうだって、うん、当時プロモーションビデオ、今ミュージックビデオって言うんだけど、誰もやってないようなミュージックビデオ作ってさ、どうだっつって、それでそのマザーエンタープライズっていう、当時にしてみればなんか斬新な会社、うん、尾崎もいるしハンドドッグもいるしさ、でとりあえず解散したけど、俺ソロになってさあアメリカから帰ってきてみんな見ろっつってやったらさ、ソース感だったんだよね。その一言目がさ覚えてるけど、どうだすごいだろっつってやった時にさ、お金がかかりすぎですってふざけんなよと思ったよね。俺もその時はもうガキだったからさ、これだけのことやってきてこうあってさ、金なんか回収すりゃいいじゃないかっつって、そしたらもう事務所がみんなもうみんな敵になっちゃった。ソース感だね。で俺と加藤だけがこれだけこういうことをやってこういうふうにやってるんだって時はさ、ね、事務所の人たちやれやれって言ってたのにさ、いざこうやって持ってきたらさ、あんなことフィチつけるわけだよ。で挙句の果てにはなんか I'm the best 出した後1年ぐらい干されたからね、事務所に。 I'm the best の後はビッグビジネスっていうアルバムもさでもっと金がかかるわけよ、よく考えてみたらさ、もっともっと行っちゃってるわけ。もうもっと幻想の世界でさ、あのゴッドファーザーがぶっ飛んだようなさ、ロックンロール。じゃあ事務所は利益率が悪いと思ってましょう。悪かっただろう、確かにね。武道館は満杯になったんだよ、うん、でお客さんも盛り上がってたしさ、レッドウィレーズは金かけてなかったからさ、シンプルにもうミュージシャンだけがいて音を、そうそう、うん、基本的にはだから演出がないです、ね、演出なかったからほとんどね、シャチの演出だったと思うよ。でもそれでも成り立ってるバンドだったからさ、うん、4人がいれば、うん、でもソロでやるとなるとそういかないじゃん、うん、バックメンバーにもお金払わなきゃいけないしさ、うんうん、ダンサーまで出しちゃったから俺の場合さ、マドンナとかさ、ああいうのがこうやってたようなちょっとミュージカル的なものまで取り入れちゃったからさ、今思うとだからそういう趣旨のバランスみたいなの ぶっ飛んでたよね。まだケチなもんだったんだよ、エンターテインメントなんてさ、そこにお金かけるものじゃないという、うん、当時のロックエンターテインメントなんていうのは高橋入れてたんだろうね、きっとね。それでも後ろを 見ないさ、向こう見ずな、まあ、まだまだつけ上がってぶっ飛んでる自分がいて、ビッグビジネス、次はビッグビジネスでいこうみたいなさね、もうみんなソース感だよ。それみんながノリノリでやってたらどうなってたかって、まあうまくいったか、
まあ、惨憺たるものになったかの真ん中はなかっただろうね。まあ、そこまでこう考えてなかった。お金を結局自分でほら切り盛りしてたわけじゃないかな。やるんだったら徹底的にやんないと気が済まなかったからね。まあみんながそっぽ向いちゃって、で世の中に出れなくなっちゃった。1年間ぐらいだからアルバムを出してもらえなくなっちゃった。俺の中では今出さないと、今こんな盛り上がって今出さないと、時間空けちゃダメだと。そうそう、もうしょっちゅうだから、そういうやっぱそうじゃん、盛り上がってきてる時だからさ、今ここだろうみたいな思っても、ずっと会社とかはさ、ぬらりくらりと買わされて、給料はもらってたよ。だから全然、でも給料、別に給料があってもさ、生活するのは別にそれは、ね、いいかもしれない。俺がやりたいのはなんかその自分のもっとこう今熱がある、この熱量をさバーンって出したかったんだけど、もうそれがどんどん削がれていっちゃった。1年だから90年、91年は本当にうつ病みたいになっちゃったね。乗り越えてきた壁みたいなのがだんだん出てくると思うんですけど、うん、事務所が変わったりとか、うん、で時期的によってはこのご自身でライブ自分でこう全部仕切って、うん、でそのチケット収入で、うん、生きていくみたいな、うん、僕はあれすごいロックだなと思ってかっこいいなと思ってたんですよ、うん、大変だったとは思ってないんだよ実は、うんうん、全然、うん、ただ気がついたら人が減ってった、いろんな部分で。まず事務所のがなくなるわけだから、うん、で結婚してた奥さんもいなくなったりとかさ、気がつくと周りにいた人が減ってる。だけどやっぱり音楽、歌を歌ってるとさ楽しいんだよね、だからね、うん、で自分の生きている糧っていうかさ、全てが許せるから、うん、だから全然、まあ辛いっていうのもあったかもしれない。それは金はなくなっていくわけだからさ、まあ住んでるところも狭くなったりとかね。だけどね、全然それなりに楽しんでたよ。歌があれば何も怖いものはなかったね。でもずっと思ってたよ、いつかきっとまた、うん、今でもそうなんだけどさ、でかいとこで歌ってやるっつったか。かっこいいですね。でもね、そんな風に思ってて、ある時にABEX が全盛の時代かな、はい、やっぱりレッドオリアーズとかさ、あのダイヤモンドユカイソロの最初の頃が好きな、はい、なさ、やつらがさ、はい、もうほら成長してっててさ、はい、ABEX の、あの作曲家になったりとかさ、あ、はい、そういうやつらがさ呼んでくれたのよ、はい、ABEX のイベントみたいなのがあって、はい、そのなんとかアユとかほら、はい、あの辺とかが、はい、あの出て、安室奈美恵とかはいたのかな、わかんないけど、なんかそういうボアとかさ、すごく売れてたじゃんみんな、そういう人たちがやってるところでかいイベントで、そこに招待してくれてさ、行ったのよ、のこのこと。で行ったんだけど、なんかここはなんかどこの国なんだろうなと思っちゃって、で誰も俺なんか知らないわけです、その辺のファンの人たちはさ、別に歩いてても何とも思われないし、なんか派手な服着てるね、その辺の兄ちゃんみたいにしか思われてないし、ダイヤモンドユカイってこうロックンロールのヒーローってずっと思って生きてきたけど、気がついたら時代もどんどん変わってて、俺はなんか保護色の虫けらみたいな存在なんだなって感じたことがあったけどね、その時に。寂しかったね。だからみんなが盛り上がってさ、で他の連中はほらね、あの盛り上がるわけだよ、わーとか言ってさ、ね、楽しいみたいな。全然楽しくなくてさ、音楽もさ、なんか全然いいとも何とも思わないわけだよ俺にとってはさ。だからなんかどんどんこう陸の孤島にいる、本当は楽しいそのイベントなのにさ、花火上がったりとかね、すぐ金かけてバンバンやってる、そこになんか自分だけ陸の孤島になってる自分がいて、これが現実なのかって思った時は、それが成り下がりだったんだ、きっとね。まあ、ダイヤモンドユカイっていうソロ自体ももうね、どんどんこう名前も知られなくなってたから。でもたまたまトイストーリーも歌ってた、うん、で僕最初あれ聞いた時に、うん、ユカイさんと知らなくて、うん、なんかこれレッドオレーズのイッツオーライトに似てるなと思ったんですよ、うん、こう声も、うん、ダイヤモンドユカイみたいみたいな、で思ったんですよ。で、2年後ぐらいにユカイさんって知ったんですよ、うん、あ、これそうなんだと思って、イッツオーライトの雰囲気となんかすごい被ってて、うん、あれ聴いてる気分になったんですよ、うん、
そういうふうに聞いてる人がいたんだね。いや、みんな言わないですかそれ。初めて聞いた。本当ですか。うん、いや、でまあその歌は同じ人だからっていうのももちろんあるんですけど、うんうんうん、その時直感的にそう思ったんですけど。うん、でも、そういうストーリー2は俺、歌ってないんだよ。うん。うん、全然、はい。別の人が歌ってる。トイストーリー1で歌った時も、まあ存在としてはさ、ダイヤモンド以下がトイストーリーを歌ってるっていう宣伝はしてくれなかったよ。だって知らなかったわけでしょ、最初。知らないです。そうなんだよ。だから、大体ディズニーの曲を歌う人って、ペギー葉山さんとかさ、ああいうね、クラシックを歌えるようなさ、人がさ、おー、なんか、こう、ちょっと、まあ別に馬鹿にしてるわけじゃなくて、うん、こう綺麗な歌をちゃんと歌える、ちゃんとした歌を歌える人がディズニーを歌うって、はい、そこにロックを歌ってた俺みたいなやつがさ、ね、歌うっていうのはさ、まあ、異例だったと思うよ、うん、でもたまたまランディ・ニューマンってはさ、はい、まあ、ロックの人なんだよね、ある意味で。ランディ・ニューマンが歌っててブルースだよね、あの歌はね、基本がね、はい、だったから良かったん、うん、歌ってさ、歌えたっていうか。でもラッキーだね、本当にね。で、また「トイ・ストーリー」の話のラッキーは、ついでにさ「トイ・ストーリー3」っていうのが出た時にさ、もう俺も男性不妊を経て子供を授かったんだけど、その時にほらもっと「トイ・ストーリー」の良さみたいな体感するわけだよ。でその時にさ、たまたまさディズニーショップに行ってさ、なんか子供のためになんか買おうかなと思った。俺の曲が流れてきたんだよ、ディズニーショップから。トイ・ストーリーってほら少年とさ、おもちゃの友情の物語、大人になっちゃっておもちゃとお別れするっていう話、まあ、切ない物語なんだけど、そこに解雇するんだよね。要するにあの少年が昔を振り返る時に、その初期のワンのさ歌とともにさ、少年あの大人になった、大学生になったアンディがさ、なんか振り返ったシーンで俺に曲が流れてきて、なんだなんだと思って見たら「トイ・ストーリー3」とか言ってさ、あれ、これ俺が歌ってる曲じゃないかと思って、え、3って何、また俺の曲使ってくれてんだと思って、うん、その時に感動したね、うん、で特に子供も授かってたからさ、はい、ラッキーだねこれもね、うん、だからそうじゃなかったらきっと扱い悪かったし、ダイヤモンド、こんなちっちゃい字ダイヤモンド愉快って書いてある、トイ・ストーリー1が出た時にさ、こんなのっつって、で唐沢俊明さんがほら、はい、やってるから、はい、黒沢俊明さんが歌ってるってみんな思ってたって、思ってたんですよ。そうかなと思ってた。そうそう、それがやっぱ「トイ・ストーリー3」が出たおかげで、うん、なんか「ダイヤモンド・ユカイ」が歌ってたんだっていうか、まあ、うん、何人かの人はねもっと知ることになる、うん、でしかもその頃はバラエティ番組にも出てて、なんかわかんないけど変なおじさんみたいなさ、変なお父さんみたいな、うん、イメージで、ちょっとあのレッド・オリアーズ「ダイヤモンド・ユカイ」は知らないけど、バラエティに出てる変なお父さんみたいなのでは、うん、こう知られてきて、あ、なるほど、あいつが歌ってんだみたいなので、うん、でもファン的には、うん、あの逆に「ダイヤモンド・ユカイ」って名前が全然出てないけど歌ってるってことは、やっぱボーカリストとして、うん、あの全然ロックとかそのレッドオリアーズじゃないところから呼ばれてるわけですから、うんうん、だからそれが嬉しかったんですけど、ね、なんで歌うことになったか俺もよく分かんないわ、うんうん、ただまあ本当に当時キャニオンに移籍したばっかりの時で、当時のやっぱりあのキャニオンにいた人が俺に持ってきてくれたんだと思うんだよね。だからそれ本当に感謝してるし、これも縁だし運だし、ラッキー、そういうラッキーに囲まれてるね。唯一誇れる才能があるとしたら、そのサムシングでしかないわけだよ。200人の前で歌ったビートルズの「イエスタデイ」を歌った時に、なんかみんなが感動してくれた。で曲作ってもさ、ヒット曲なんかさ一曲も作れてないし俺、まあ、レッドオリアーズの曲はほとんどシャケが作ってる曲だしさ、まあ作ってるよ曲もいっぱいさ、だけどなんだろう、それこそ井上陽水さんとかさ、吉田拓郎さんのようにさ、自分で自由自在に曲作って自分の勝手にできるような、そのぐらいの才能はないわけだ俺には。でも唯一本当に範囲は狭いかもしれない、この範囲のこれだけやらしたら、特にロック、ブルージーなロックンロールを歌したら絶対誰にも負けないっていう自信はあるけどね。